グラデーションのイメージをなんかつけようとしてるところがなんか小賢しい。小賢しい。マジで臭くないから、大丈夫。はい、本当に臭くない。臭くないんかい。本当に臭くない。お気は臭い時あるんですけど。どうもロック TV です。本日のゲストはトンツカタン森本くんと福留光和さんです。よろしくお願いします。お願いします。他でも共演してるらしいじゃない。ボートレースの営業2個入ってます。ありがとうございます。戸田で2ステ、天ヶ崎3ステ。ありがとうございます。聞いてないよ。いや、ありがたい本当に。2人の営業って何やんの。はい。でもこの間その打ち合わせがあったんですけど、うん、やっぱ大喜利ですかねって言われちゃいましたよ。だから私はできないんで森本さんが一人でやりますって言ってきました。勘弁してくれって。しらけるよ。荒れるよレース自体。、うん、いいじゃないですか。おい、まあまあコンビネーションが出来上がってるから。恥ずかしい。やり取りが軽快だな。今回の企画なんですよ、はい、森本は福留さんの相方としてちゃんとやっていけるのかっていうので。相方だったんだ。ということで今回の企画はこちら、うん、トンツカタン森本は福留光雄の本当のことを知ってるのかアンケートクイズ。すごい。あの、実は福留さんに偽の企画でアンケート投げたんですよ。へえ。今日びっくりしましたよ。なんかここのスタジオに入ってくる2分前ぐらいに、うん、あ、すみません、今日ノブロックですって言われて。それまで何だと思ってたの。え、クイックジャパンさんの取材だって言ってて。なわけねえだろ。ボートレース女がよ、クイックジャパンにインタビュー受ける理由がねえだろ。すっごい頑張ってアンケート真面目に考えたのに。アンケート書いてもらったの、はい、結構な量、はい、うん、でそれを当ててほしいの。なんて書いたので、当てられなかったら電流が流れます。相方福留のことを知ってるのかって言いますけど、ここでしか会ったことないんで。確かにね。知る由もないじゃないですか。ということで第1問こちら、はい、私だけかなと思う気になることは。いや、でも本当に真面目に書きました。きっとみんな気になってるんだろうな。面白い答え書いてください。大喜利じゃないんだよね。じゃあいいですか。はい、はい、福留さんが私だけかなと思う気になることは、街中で数字を見るとそれでボートの予想をしたくなる。うわ、ああ、ちょっとこれ狙いに行き過ぎじゃないですか。狙いに行くだろ、電流受けたくないんだ。ちょっと狙いに行って当たり前でしょ。どういう狙い。 いや、クイックジャパンさんのアンケートですよ、うん、私がですね、ノブロック TV からいただくアンケートだったらこの可能性もあるけど、うん、完全ちょっともう受け狙いに行っちゃってますよね、うん、にしては受けてないし。だから一番あともう不正解が確定してるの、はい、そんな言い方すると。そんなことないです。クイックジャパンでのアンケートに書いてくれたアンケート、はい、こちら、はい、バスがすれ違うときに運転手さん同士が手を挙げる仕草。当たるわけあるか。すいません。バス同士すれ違うときって運転手さん同士がこう手を挙げたりとか、だからその一瞬でなんかこう運転手さん同士の関係性というか空気感が見れるのが好きで、ついつい気にしちゃいます。なんて素朴なアンケートなんだ。モブロック用のアンケートだったら何答えるのかっての一応聞いてみます、はい、待って、本当に古いんだけど。もうやだ。残念だったな。一応あと森本君にもこの時点で一応電流お願いします。苦手なの。よかったよかった。はい、はい、ノブロック TV のアンケートだった場合、私だけかなと思う気になること。森本さんのグラデーションが本当に意味不明。しつけえなこいつ。なんか断るごとにこれいじってくるけどさ。え、なんか本当にこれみんな気になってないんですか。変だなって。 いいじゃん、衣装なんだ。意味不明っていうのは、うん、そのなんつうの、タレントとして意味がないってこと。衣装としては弱いし、うん、なんかそのおしゃれだけど、なんか自分をなんかグラデーションのイメージをなんかつけようとしてるところがなんか小賢しい。小賢しい。例えばこうオードリーの春日さんみたいな振り切ったこうイメージがつく衣装じゃなくて、若干おしゃれ要素を残してるところが小賢しいなって。ああ、そうかそうか、はい、あのプレーンとキャラの間にいるのが、はい、そうです。なんかおしゃれを捨てきれてないみたいな。そうそう、そういうこと。それが小賢しいな。1問目でこんなえぐられる。全部に出てるね、グラデーションが、はい、どういうことすか、佐久間さん。芸能生活、芸能生活全部に行ききらない感じ。ムラがある。魂は。なんかカップルみたいな扱いになっちゃってますね。そんなことないですよ、別に。でも私の元彼に本当顔が似てる、うん、いいの、そんな元彼とか言って。元アイドルが。でも本当に私の元彼にめちゃくちゃ顔が似てて、うん、家族があの森本さんとの動画見るの気まずいって言ってて。そんな似てんの。そんなね、はい、別れた理由とか嫌だったところなんですか。 LINE が赤ちゃん言葉だったこと。
いいじゃん、可愛くて。森本が LINE で使ってそうな言葉って何ですか。フリップにお書きください。ちょっと待って佐久間さん、さ大幅に企画変わるの早くない、ね、下ネタに走っちゃダメだもんね。言い出して早いですね、まだね。はい、まだ自分の消費期限はあまりにも短くしないケーキを常温で保存するようなもんですか。何そのおしゃれな例え。若い女子が下ネタに手を出すのはケーキを常温で保存するようなもん。まあ自分の消費期限をもうめっちゃ早くしたい人がやることじゃないですか。なるほど、なるほど。下ネタ走ったらね終わりだと思ってるので、下ネタじゃねないですから、これは。じゃあ森本が送ってそうな LINE、はい、今日の夜もタイマンちようね。ちょっと待って、常温っぽくね。いや冷やしとけやお前、下ネタじゃねえ。常温も常温じゃねえ。振ってんじゃねえよ。一丁前に振るな。すいません、よくない。突っ込みやすいようにするな。小賢しいとこ映っちゃった。小賢しいわ、横にすぎて映っちゃった、ね、すいません。あなたのプチ自慢は2個書いてんのよ。2個あります、ね、で1個は先に発表しておく。強制してないのに歯並びがいい。そう、あーなるほどね。めっちゃ綺麗じゃないですか。いや確かに。じゃあ可愛い系とはまたちょっと違う。ちょっと違うね。じゃあ森本さん、はい、クイックジャパンに書いたアンケート、福留さんのあなたのプチ自慢。お肌の調子が常にいい。ちょっと本気で当てに行こうと頑張ってません？それ当たり前だ。電流流させたくないんだから、それは、はい、確かにグラデーションだよね。ね、中途半端なことグラデーションっていうのやめてもらえる。正解はですねこちら、靴下が臭くないこと。いけたな。くそ。匂いますか。いやだ、一応やっぱそれも言ったんだったら、はい、いやそれはしょうがないから。ハイのトーンちょっと怖いって。え、マジで臭くないから大丈夫。え、本当に臭くない。臭くないんかい。本当に臭くない。脇は臭い時あるんですけど、靴下はあんま。脇は臭い時ある。え、たまになんか汗とかかいたら。お風呂嫌いなの？お風呂大嫌いです。お風呂嫌いなのに、うん、何のお風呂嫌いなの？毎日入る意味があんまりわからないみたいな。なんか気持ち悪くない？なんかちょっとギトッとしてるなとか。それもなんか一興みたいな。油もまた一興。最長どんぐらい入ってでも2日とかですよ。あ、でもまあまあそんな適度に嫌い程度なんです。ドライヤーが嫌いなんで、うん、してくれます。うわ、こんなタイミングでダメじゃない。痛い。そうだ、外したからね。そうだじゃないんだよ。私もノブロック用に考えてください。ノブロック用に考えてください。大それた自慢じゃない。大それた自慢じゃないよ、はい、福留さんのあなたのプチ自慢は。同世代の女にめちゃくちゃ嫌われる。誰にでもフランクにこう絡みに行ってしまうので、それがぶりっ子とかなんかあざといとかなんか多分思われがちなのか、なんか結構そのアイドル時代もなんか先輩に嘘の噂吹き込まれて、まだ話したことないのに嫌われてるとかよくありましたね。だからもう本当に私、女性のファンの方が全然いらっしゃらなくて、YouTube の視聴者さん 96% 男性なんです。インスタも 97% 男性で、おじさんにしかモテないんだよ。悪い噂っていうのはどういうの？大から小までいろんなんですよ。怖い、こんなは。福留さんが流されたひどい噂っていうお題で言ってみる？行かないです。福留光穂が、本当にワリオじゃん。福留光穂が流されたひどい噂。めっちゃ生き生きしてますね、顔が。ひどい噂。え、私も？そうだよ。うん、福留さんの方が早い。早い。福留光穂が流された噂はどんな噂？あの大喜利台本らしいよ。これ嫌ですね。でもどこに。たけしさんじゃん。リアルたけしメモ？知らないよ、たけしメモ。たけしメモを自然にやったの。これ嫌ですね。これ嫌ですか？これ嫌ですね。これね。本当に。どこ行っても言われます。あんまり仲良くなかったメンバーが、あれ大喜利台本っぽいよねって言ってるっていう噂も耳にしたものがあります。これでほら証明されたじゃん、はい、今ここで俺が言ったことでね、はい、書いたわけだから。そう、本当に台本じゃないですよ。台本だったらこんなに苦しまないもんな。いや本当ですよ、佐久間さんのせいで流した涙数知れないですよ。ちょっとないだろ、こんな噂流されたら嫌だなっていう。とにかく不吉なことが嫌いなので、黒猫を見かけるとベージュに染めてる。どういうこと？みたいな。電流流してください。